はい、えー、こんにちはレトスの斧です5月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますあなたはどのような勉強の仕方をしていますでしょうか問題を解いたりテキストを読んだりした時こういう場合はどうなるのと疑問を持つことはありませんでしょうか 疑問を持つこと自体は悪いこととでではないいんですね疑問を持つということはそのことに対して興味を持っているという表れですただ試験勉強ではこれが自分の首を絞めることになる場合があるんですね実際にこれが原因で落ちている方もたくさんいます理解しなくても良い内容考えなくても良い具体例まで考えてしまって勉強が先に進まなくなってしまう自分としては深入りすることで理解学習をしている 気持ちになってて満足しているんですねこの自分流の深入りした理解学習これがずれた勉強になって結果的に合格のレールから外れてしまうつまり間違った理解学習が原因で不合格になってしまうということなんですねテキストや過去問に記載されている内容をじっくり考えて時間をかけて理解することは問題ないと思うんですけれどもそうではないことに時間をかけて考えてしまう癖 これがついていい。ててる方は注意をしてくださいそして私がお伝えをしている理解学習っていうのは上記のような勉強じゃないんですね理解すべき部分は理解する理解しなくてもよい部分は理解しないと割り切った勉強の仕方なんですよそうすることで短期間で本試験で合格点を取るための勉強ができますまず独学でできることで言うと問題で質問されていない部分までは考えないまずはこれを実践していきましょう それでは本日の3問に入ります。不法行為による損害賠償請求権の消滅事項の期間は権利を行使することができることとなった時から10年である○か×かという問題です問題文を確認したい方はこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは×ですねまず一般的な債権の消滅事項っていうのは権利行使できることを知った時から5年 または、権利行使できる時から10年なんですね。まあ、これは基本なので、必ず頭に入れておきましょう。で、今回は例外的な話なんですね。不法行為による損害賠償請求権。例えばなんですけども、物損ですね。物を壊されたとか。まあ、そういった場合です。そういった場合、被害者、またはその代理人は、損害及び加害者を知った時から3年間、行使しないときは、事故によって消滅します。 なので、今回の問題は誤りになりますで。またですね、不法行為の時から20年、これを経過しても権利が消滅します。つまり、物を壊されてから20年経過した時も、えー、損害賠償請求権は消滅しますで。これをさらっと読み流すと痛い目に遭うんですよ。これどういうことかっていうと、損害と加害者を知った時から3年って書いてあるんですね。 これっていうのは損害と加害者どちらも知ったときから時効期間がスタートするってことなんですよ例えば物を壊されて加害者がわからない場合こういった場合っていうのは壊されたときから3年経過しても時効消滅はしないんですねただそういった場合っていうのは丸2のルールから物を壊されたときから20年経過するとこれは損害賠償請求権は消滅しますつまり 1> 1 2まあ、どちらか一方ですね先に到達すると事故によって消滅するんですけども1番について加害者がわかからら、ななったら年の事故期間スタートしないんですよ。一方で2のこの不法行為の時は20年これは事故期間ずっと経過しますよスタートし始めてますので加害者がわからない場合はこの3年経過しても大丈夫ですけどもこっちの20年を経過すると二、えー、が原因で権利が消滅するよという話です で続いて問い2に入っていきます。宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者でない B と建築工事完了前のマンション代金3000万円の売買契約を締結した場合 A が B から手付金600万円を受領する場合においてその手付金の保全措置を講じていないときは B はこの手付金の支払いを拒否することができるマルかバツかという問題です。えまず、 売り主は宅建業者、買い主は宅建業者ではありません。したがって、まあ、発ッ制限の適用があるんだということですね。で、建築工事完了前って書いてありますので、これは未完成物件ということですね。ということは、手付金等が代金の5%を超える場合、保全措置が必要になります。じゃあ、代金の5%っていくらかっていうと、代金3000万円なので、5%は150万円ですよね。 で150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、まあ事前にっていうのはこれ、えー、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に保全措置が必要だと、まあ、いうことになります。で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について、保全措置を講じていないんですよね。で、この場合は、買い主 B っていうのは保全措置していないなら、手付金払いませんよと。支払いを拒否することができます。 したがって、丸になるということですね。で、個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきますで。関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。つまり、まあ、整理をしていくということです。勉強を重ねていくと、知識がどんどん増えていくので混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して、整理をしていくんですね、まあ。これも効率的な勉強法の一つなので、 ぜひですね、独学であったとしても、予備校を通っている方だとしても、もう自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。では、問井さんです。工事施工者とは、宅地造成、特定盛土等、もしくは、土石の堆積に関する工事の請負い人、または、請負い契約によらないで、自らその工事をするものを言う、丸かバツかという問題ですで。答えは、これ正しいですね。工事施工者っていうのは、2パターンあります。 それは、請負い契約による場合と、寄らない場合です。請負い契約による場合っていうのは、工事施工者は、宅地造成工事等の請負い人となって、工事を実際に行います。まあ、つまり、工事業者っていうことですね。で、一方で、請負い契約によらない場合、これは、自ら宅地造成工事を行う場合です。この場合、自らが工事施工者となって行うということですね。 なので、まあ、この場合っていうのは基本的には自ら所有する土地を工事する場合、まあ、この場合が2番に当たると、まあ、いうことです。単にここに書かれている文字だけだとなかなか理解ってできないですよね。イメージもしづらいと思います。なので今言ったように分けて考えるとイメージしやすいんじゃないのかなと思います。イメージできれば頭に入りやすくなるので、まあ、できるだけイメージをしながら勉強は進めていきましょう。 まだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。